年の中中にある静岡市立中央図書館およそ44万冊の蔵書を持ち年間32万人を超える市民が利用しています今回は図書館をより身近に感じていただくための使い方についてお知らせします教えてくださるのは中中央図書館の田ささんと柳さんんとですこんにちは皆さんはどんな時に図書館を利用されますか 調べ物をしに来たり読書をしに来たりいろんな理由で皆さんお見えになりますけれどいざ図書館にいらっしゃるとどうしたらいいのかわからないという方が多くいらっしゃいますそんな時にはまずここ案内カウンターにどうぞ立ち寄りくださいまずは皆さん図書館カードはお持ちですか静岡市に住んでいる方通勤通学している方ならどなたでも作れます お名前、ご住所、生年月日がわかる身分証明をどうぞお持ちくださいこのカードで本、雑誌、紙芝居などが10点までそれ以外に CD、DVD が2点まで2週間借りることができます探している本が見つからないときどこに探している情報が載っているかわからないときはぜひ案内カウンターで相談してください皆さんの探し物のお手伝いをさせていただきます 図書館を利用される方は赤ちゃんから高齢者の方まで幅広くいらっしゃいますので皆さんにあ,のあった本をご用意できるようにいいろんなものを用意しています、えー。普通の小説など以外にも例えばこういった雑誌それから、えー、外国語の資料も用意しています。 またはあの高齢になってきて本を読むのが大変になってきたなんていう声を最近よく耳にしますそういう方にはこういう大活字本というのがあります普通の本よりも本の大きさが大きくなっていますので比較的あの視力が落ちてきた方にも読みやすいと好評です図書館では若い世代の方にも多く利用してもらえるようにコーナーが充実しています 中学生・高校生をメインとしたヤングアダルトコーナーというコーナーがあります、えー。子供でもなければ大人でもない、そういった微妙な年頃の方にぴったりの本を集めて用意してあります。ぜひご利用ください。それから、えー、ヤングアダルトの方向けに、エ、え、ル、ー、マガジンという広報誌も準備しています。また、あのヤングアダルト世代の方に、えー、利用してもらえるように、いろんなイベントも行っています。 また図書館ではリクエストカードといいうのが準備されています図書館を見たけれど探したい本が見つからないあの探したんだけれど本がなかったそういう時にはぜひこのリクエストカードに書いて図書館の方に申し出てくださいこちらの方で購入したり他の図書館から借りたりして皆さんのご要望にお答えできるように準備しています。